スーパーマリオメーカーやっていきましょう。サクッとカリッとキュウリです。よろしくお願いします。トーンセソー Be on the move。 まあクリア者がいるから割とゆったりできるのかなっていう感じはしますね。キノコ連れてくんだな。はいはい、今んとこ全く問題ないね。障害物が特にないからね。ああちゃんと隙間あってよかったぜ。はいはい、あーううん、はい、キノコが落ちてくるんで、これ左に落ちるな多分。と右かい。ああじゃあ強引に上がる。入れない。バネ。持ちか持ちか。まあ食らってもいいし突っ込むか。結果耐えてる。あー食らった。スパナスパナスパナ厄介すぎ。オッケー。おー中間だ。やったー。でここに来ると、なんかが出てくるわけじゃないと言おうとさ、矢先の声である。あ下じゃん下じゃん下じゃん。オッケー。うふふ、食らいに行く。ド M プレイ、おひげさんのド M プレイ。ファイヤー、おらー、うーオッケー。これは食らっていった方が良さそうだ。多分ちびっこになった方が安定のプレイができるんでしょう。多分チビじゃなかったら無理だったな。うん、この距離は無理だね。チビじゃないと。マリオ3スピンできないから、すごく残念。すごく残念。蛇行させるねー。オッケー。まただこ？嘘？あ、でも割と短い。ちょっと詰まるとこれあれなんだな。死ぬんだろ。届かないんだ。オッケー。お疲れ。ではこちらで遊んでいきましょう。プレイ数は少ないけどクリア者はゼロ。灼熱死のぴょんぴょんリフト。これ乗れないよね。え？どういうこと？孔明もないし。あ、あれ、ちくわよく見たら、ちくわじゃん。ファイヤーとちくわが同居してる。ほら。なんで食らった？あ、途中ねえのか。そっか、ぴょんぴょんリフト。あ、なんか今度あるぞ、ちゃんと。はい。まあ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 。あ、違う違う違う。ジャンプさせてくれなかった。はい。まあ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 、こういうのは割と得意な方ですよ。厄介。スパナ厄介。スパナがいい味出してんな。OK。はい。これ今、右から来てるやつが、トゲ出すやつじゃなくてよかったね。中間だー。トゲやつか。トゲやつ。トゲやつ。今度はトゲやつ。近くなくなっちゃった。戦闘が。ここに退避。退避。そのままで大丈夫。トゲやつ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 。あ、そんな。しかもこれトゲ復活しないやつなの。ジュッ、オッケー。あー危ねえ。耐えた。耐え忍んだ。耐え忍ぶ戦い。耐え忍ぶ戦いをしよう。素晴らしい。ヒン。オッケー。え、にへへへ、くっそ。
さないのか。でも無敵状態を利用して。クリアさになりましたね。シェルショック行きましょう。難しそうこれ。シェルってボムヘちゃんのことなの？違うと思ってたよ。甲羅だと思ってたよ。多分そうなんだろうな。なんかショック、あ、甲羅とあれでショック、そういうこと。え、右行け。え、ちゅ、叩いていかないといけないんだな。はい、どや。ほっほ、いいね。また中間、今度はこれ乗って乗らして、ジャンプか。あ、違う、加速した。はっ、はい、オッケーで、オッケー。いや、ジャンプか。はい、想像以上に難しいよこれ。あ、違う、これはジャンプしちゃいけないんだ。あぶね、割と乗りっぱ、乗りっぱ。はぁ、ほい、左の方乗って、で、右向きで Y ボタン押すっぱ。あと1個しかない。やったー、オッケー。え、嘘だろ。トラップねえよな。ねえな。よっしゃー、難しかったわ。うん、目で追い切れなかった、あのスピードは。すげえな。へいよ、じゃあ今回はこれで終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。うおっ、うおっ、うわっ、うわっ、うわっ、すげえ、そんなクッパのファイヤーの吐き方あんの。